前提で。うん。台風のことぐらいかな。今日なんかまたレトロですね。もう誰だろう。キャプテン。あ、ありがとうございます。ね。あ、キャンさんもうコイン入れてくれました？さっきで。ありがとうございます。寒い。ありがとうございます。にゃおこシャロームってすごい。にゃおこさんって俺こっちすごいな。ありがとうございます。絶対違うだろうけど。あと40秒。何にしようかな。何の話しようかな。何しようか。全然関係ないっていうか。何の話しますマジで。どうしようかな。か、あ何も考えてないですけど。あ、声大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、撮ります。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。20秒前です。じゃあ10、9。まさか台風だよ。まさか台風来ちゃいましたね。そうね。まあ沖縄本島直撃ではないですけど、石垣今もうあれですよね。なんかあれですね、最近本当に沖縄にぶつからないですね、そんなにね、台風ね。確かにね、うん、そうですよ。うん、なんかね、うん、キャプテンいじったらダメなのかなこの今日のキャプテンの服装。 いじりたいけど、これは本放送でいじる、ね、本放送でいじるかね、キャプテン。なんかキャプテンだけ元気ですけどね。ね、そう動きやすそうな。今日は足元あれかな、うん、ローラースケート履いてるのかなってぐらい、なんかすごいガラリとレトロになってますけども、ね、見た目ユッティですけど懐かしいチェルチェルランド。あ、チェルチェルランドなのこれ。チェルチェルランド。キャラはチェルチェルランドじゃなくていいんじゃない見た目チェルチェルランドですね本当に。そう、でもツイキャスに映ってないんだよな。うん、そうだね。そう、残念だけどちょっと見れないですけどそうそう、後ほどチャンスがあったらツイキャスに映るかもしれない。お願いしますチェルチェルランドの、はい、キャプテンがそう、もしかしたらね、うん、今日はあの人が来るかもしれないですから。そうだよ。3人というか、え、どれぐらいぶりですかね、そうなったら。もうさ、1ヶ月経つんじゃない。6月から、え、7月からか、7月からだっけ、うん、1ヶ月以上ちょっと経つはずよ。1ヶ月は経つね。うん、そうですよ。来てくれるかな。どうでしょう、楽しみに。はい。ドタバタリップ。この番組は役者タレントをしているひとみんと妄想電波塔高見とミキサーのキャプテンです。はい、うるま市の変態仮面は今日も、スタートはお休みとなっております。来るかもしれない。今日はどうでしょうか。ねえ、はい。はい、楽しみにしておきましょうね。はい、番組では毎月一つのテーマを設け、1ヶ月にわたってじっくりトークしていきたいと思います。ということで、8月も2週目突入ですね。8月のメッセージテーマ、出会いということで、もうびっくりしましたね。あ、ツイキャスにもシブリムさんが書き込みしてますが、うん、タピガワクリステルさんですよそのまま読むんだ。タピガワクリスタルさん。あ、本当だ。タピガワクリスタルさん。俺普通に読んじゃったけど、タピガワクリスタルさんの、はい、衝撃でしょ、あれは、衝撃でしたね。ああいう出会いって聞きたいよね。どういう出会いなんだろうね。そうですね。どこで出会う、まあ、そっか、出会いそうか、滝川さんは、うん、あ、ごめん、タピガワさんね、タピガワさんね。紛らわしいな。そうね、うん、よく間隠せたなと。そうですよね。一番最初は突撃インタビューから始まって、はい、そこからどうやってね、隠しながら愛を育んだのかっていうのは気になりますけど。そうよね、うん、それこそそのメディアというかマスコミさんは出会いから知りたく気になるという感じで、なのでですね、こんな形で初めて出会った時の印象が悪かったなど、いろいろね、出会い等の話をしてください。はい、ひどいね
はい、ということで、はい、メールアドレスはドタバタ797@gmail.com、 ドタバタ797@gmail.com、 たくさんのメッセージをお待ちしております。またこの放送はツイキャスや YouTube ライブ、サイマル放送のリスンラジオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワのホームページをご覧ください。この番組ではスポンサーを募集しています。ドタバタリップ、どうやったの？ヤマさん久しぶりだったもん。いや、なんかでも衝撃というかそこまでなかったな俺は。やっぱり本当、うん、まあ結婚したかぐらいだな。あんまりテレビで見かけなくなってたから。平山屋さんの方が見ないな。うん、そう、平山屋さんね、うん、ウォーターボーイズの印象が強い。確かにそうね、ウォーターボーイズだな。ウォーターボーイズとかも何年だから、2000私中学校の時、そう中学校の時だったはず、うん、ね。もこみちさんもなんかウォーターボーイズ出てそうな大学出てなかったっけ出てないのか、出てたっけ、出てない、出てないか、うん、共演ないのかね。カビパラクリしてる読みにくい、俺ら、あの私は特に噛むので、や読みにくいやつやめてほしい。カビパラクリしてるそれではニュースのお時間です。竹川クリスタルさん斜め45度でしょ。斜め45度でしょ。この、この太でね。そうです、そうです。そうだね。そっか、そっか。もうでもなんか、あ、来た来た来た。おお。おい、来たキャプサンチェスさん。あ、じゃあもう写真を撮りたいけど、あと4分。あ、長めのジングルやったらいけるかな。微妙か。長めのシングルです。ないか。30秒。来たね。せめてカメラでも。久しぶり。めっちゃ。久しぶりじゃん。あ、キャプテン、なんかいいっすね。お疲れ様です。ありがとうございます。揃った。いいっすね、揃った、揃った。あれ、すげえな。何に見える？え？リューチェル。おぉ、おちょっと。え、聞いてたでしょ。聞いてないよ。聞いてない。え、どれぐらいぶりっすか？どれくらい1ヶ月ぶりぐらいかな。1ヶ月ぶりか。この CM？ 今ドタアンバタアンリップアンFM ギノワンからお送りしておりますドタバタリップ、今月のテーマは出会いでございますが、とうとう来ました。いらっしゃいませ皆さん。うわー、この声、お父さんパパ、うん、いやいやゴッドファーザーノーノーノー、創造主と呼びなさい。パワーよ、なんか誰よすごい ちゃんと名前言ってください。名前をサンチェです。はい、でも久しぶりに会うとさ、このなんちゅうのすごいね、やっぱサンチェさん。そうね、オーラ。闇営業で謹慎でしたっけ。闇営業もないわ。あー、違いました。あるならやっとるわ。もうボランティアで復帰ということで今日は、はい、よろしくお願いします。いや、ツイキャスでもね、タイゴさんが早速、あーサンチェさん懐かしいって。なんかだいぶ久々だね、うん、めっちゃ久しぶり。そうね、なんかサンチェさん匂いが変わってる。匂い変わってる、香りが。あ、香水切れたからだ。香水、いつもの香水が切れちゃって。うん、あ、いつもと違うやつ。そう、違うやつなんだよ。一応、うん、この1ヶ月間なんで来れなかったっていうのを言えるんですか。そうなんですよ。はい、言ってください。もうね、うん、あの赤つんが生まれましたね。いや、大変ですね。いや、出会いました。おめでとうございます。赤つんは大変ですね。今日赤ちゃんと出会い、赤ちゃんと出会いね。素晴らしい、赤ちゃんと出会いましたか。早速やっぱなんかあれだね、うん、どうですか。実感はあまり湧かなかったね、最初は。湧かなかった。あ、一緒にその立ち会いして、まあ、そっかそっか、目の前でそのブロラって出てきた時に、ノー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 、あ、見た。うん、ずっと立ち会ってたよ。ゴロって言うな。もうずっとなんだろう、あのリプリーとか、うん、チェストバスターとか、はい、あのエイリアンのあれしか出てこない。おい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 。ずっと、あ、リプリーの気持ちこんな感じ。リプリーの気持ちはいいよ。すごいね、でも出てきた瞬間ってね、頭とんがってるわけ。ごめん、なんめっちゃ頭長いわ。そんなこと言っていいの？うん、俺びっくりしてから。頭蓋骨を、うん、ずらしてやるんだって、ね、自分で。だから相当痛いんだって。あれ、俺の子供めっちゃ頭長くないの？頭長って思って。
これ大丈夫？これ何の話今？長い人から長い頭の子が生まれるって大丈夫かな？いいよ心配は。遺伝が、遺伝がそこに行っちゃったみたいな、うん、びっくりした本当に。よくあるさ、あの昔の画像とかであの頭が尖ってるコアヘッドのなんかエイリアンみたいな、本当にあんな感じだわけ。そうなんだ。赤ちゃんが頑張って生まれてきた証拠ですよっつって、元に戻るから大丈夫だよっつって、まあ、どれぐらいで元に戻ったのそれ？いやもうすぐじゃないかな、すぐだったんだ。2日3日ぐらいでも、まあ、最初びっくりしたよ、長っ。あ、生まれた、長っ。そんなに長っって、へぇ大丈夫これみたいな。え、ちゃんとあれだったんだ、あの、うん、バラバラじゃなくてちゃんとみんな全部繋がった状態で、全部繋がった状態で組み立てはしなくて組み立てはしなかった、へしたかったけど、なんでよしたかったすごいね、出産ってね、うん、すごい、女性はすごいですよ、本当に。そうね、リスペクトですよ。俺も産みたいよ。なんでよ。でせめて母乳ぐらい出したい。せめ、あ、まあそうね、助けるっていうことね。そうそう、助けるっていう意味で。あ、うん、何もできないよ男は。あ、そっか、本当に。もう一緒に住んでます？いや、まだもう今しばらく実家に帰ってて、あ、まあ、あっちの家族に会わしたりとか、なんでまあ休みの日はだいたいあっちに行って、はいはい、まあ、ちょっと奥さん寝かしたりとかね。うん、もう奥さんはずっとね、朝から晩までずっと、そうね、子供の相手して母乳をあげて、うん、大変だ よ、 そうだよね、リスペクトだよ本当に。休む暇ないはず、ね、休む暇ないよ、もうめっちゃうるさいね子供ね。あ、なんかそうね、すごいね。あ、まあでも元気ね、こう元気の証拠じゃないですか。泣いて感情伝えるもん、ね、うんってなってくる本当に何それ、あ、どっちの、なんで泣いてんのっていう。あ、分からない、分からないから、まあ、まあしょうがないよね。逆に今その泣くしかないからね。そうだね、この喜怒哀楽を出すのがね、赤ちゃんは最初は、うん、これだんだん分かってくるとまた楽しいんだろうね。ね、楽しいんだろうね。おしめ変えた直後にうんこするしね。うん、そうそう、そうなんだ。まあまあそれは大人ばりの音だよバルバルってやっとおしめ変えた、はいはいはいってやったらバルバル空気含んでんのかな、ちょっと大きめの顔や、あの満足そうなバルバルまた変えてね、うん、バルバルじゃないよこれ7月の7日だっけ、うん、そうなんです、七夕に生まれて、うん、あ、ほんとよ、7時49分に生まれました、うん、7が揃ってる、7が揃ってる、付き合って7年目なんですよ。お、7年目の11月7日に妊娠が発覚して、うん、はい、で、7月7日の7時49分に生まれて、うん、その部屋番号が412だったんですよ、足して7みたいな、難しいよ、すごいすごい。しかもあの病院入ったのも、うん、確か7時台じゃなかった、朝の7時、朝の、うすごい、全部7なんですよ412無理やりだけどな、412、いやもうそう思っちゃうわけ7っていう連想があるから、ね、いやしかも49分って7749、そうなんですよ、すごい、全部7。あ、キャプテンすごい、うわ、それ気づくかなと思ったけど、はい、気づくかなじゃなくて、ごめんね、私計算とかも、本当に、ほんとほんと、で出生届を7月17日に提出しに行って止めた駐車場の目の前のババアの車が777だったわけ、うん、かよ全部7やん、絶対嘘でした今の声、作ったでしょ、作れるだろいっぱい、マシン屋行こうかなと思ってよ、なんでよ、全部揃うんじゃん7が多分、まあもしかしたらね、マシン屋行ったら多分全部もうフィーバーだよ全部フィーバー、全部よくわからんけど全部フィーバーは、座って1000円でフィーバーみたいな、そこは7000円じゃないのね、7000円じゃないよ、1000円、そこは1000円なの、777当たって大フィーバーみたいな、大フィーバー、それかパチプロになるか、何の話よいやめでたいね、めでたいでしょ、パパになったサンチェさん、想像して呼べ、あ、もうあれですか、うん、お子さんのお名前はちょっとあの追加してみたら、決まりましたよ、あ、なんだろう、ね、ハードル高いですよ、ペネロペクルスです、本当でしょ、何て言った、何て言った今噛んだ、何て言ったかもわからない髪型したけど最初7音とかつけようかなと思ったんだけど、ペネロケねえ7引っ張りすぎでしょ長くない、ミドレネームかもあれかだけどね、まあ、あかりちゃんにしました、あ、言っていいの、言っていい、あら全然言っていいよ、何、え、ってことは、うん、サンチェさんの名字はサンチェス、あ、そっか、そうだよ、俺名前じゃないからね、サンチェスあかり、そうそう、そっかそっか、そうか、いいよ、超可愛いんだよ、もう女の子だもんね、女の子だよ、あ、いいね、さ、タイムラインね、あ、うん、グループラインか、うん、がもうサンチェスさんの親バカぶりがね、可愛いでしょっていう、うもう、いい、グループラインが幸せに溢れてたよね、写真も待ち受けとかももう赤ちゃんの写真、いや、そんなことはしない、そんなことはしないんだ、待ち受けはスプラトゥーンですね、しないそこはスプラトゥーンなんだ、なんかよく言うじゃん、うん、キーホルダーとかに子供の、あ、なんだのはやらない、財布にね、こうちょっと鍵と一緒みたいになるからね、ああ、使いが、そうそうそう、なんか嫌だなと思って考えすぎだよ、ああだからそういうのはやらないな、なるほどな、いや、祝福のコメントたくさん来てますよ、ありがとうございましょうか、はい、とまずちょっと最初からいきましょうか、うん、はい、どこからだ、ここか、ここだね、おおおおおお、戻りすぎか、
いいね。あ、シュートさんこんばんは。こんばんは。こんばんは。シンガさんも、はい、今日来てますね。機長さんもありがとうございます。雨の中ありがとうございます。あ、シュプリームさんサンキューったね。いらっしゃいませ。あ、コインもありがとうございます。コインもありがとうございます。誰ね、左乳って送ったやつ。うん、誰？サウロさんか。サウロさんの。あ、シンガのめいちゃんもありがとうございます。左乳はこっち側のじゃおっぱいかな。うん、瞳のね。俺が一番近いってこと。出たよこれ。何何？早速。お父さんになっても変わらないよこんなのは。俺全然変わらないよ、うん、変われや。全然変わらない。サンチェス節がすごいな。全く変わらない。懐かしい。サンチェス節でも何でもただのセクハラだけど常におっぱいはすっぷりたいって考えてるから、うん、だからみんなそうだと思うよ。あかりちゃんと一緒に、うん、片方ずつ片方ずつね。俺のも素足してるけどね。なんであかりちゃん遺伝子ちゃんとそこら辺受け継いでるのかよくわからんけど、ちゃんと受け継いでますよね。タイゴさんもありがとうございます、はい、ヤッホーということで、はい、で切り株の海遊さんもありがとうございます。あ、ありがとうございます。ね、今日は流あのそう昨日先週流送で、あ、流送なる、あ、流送、そうそうそう、普通のね私服のギャップに燃えるって来てますけど。あ、本当ですか。あ、うん、ありがとうございます。本当ですか。あれなんで流送だったの？撮影？あ、仕事でした。那覇空港で、うん、あの観光 PR ってことで海外の方に、うん、あのメソを礼してやった。なんか流送ってエロいなと思った。あの写真見た時になんかちょっとグッてきた。そうか。なんでもグッてきてちょっと模写した。なんでよ模写した。あの画像をちょっと模写した。見たい見たい。それ模写はお家にあるけど、うん、模写って模写ね。サンステッシさんの模写ってなんかすごいことになりそうだね。スケッチじゃなくて模写ね。変な意味じゃないよ、うん、意味わかってるよね。わかる。わかってる。模写だよ。はいはいわかってる。シャはシャでも模写だよ、うん、いやいや写線え、おい、ねえ、はい、模写して写生はしないでしょ、はい、ナルトラさんね、創造主ということで、もう創造主が来ましたよ、今日。創造主ですよ。はい、はい、中野町の和樹さんもクラッカー、ね、クラッカーありがとうございますよ。ありがとうございます。ですね。ね、ね、あの、アツさんもね、サンチェスさん、子供の名前はって聞いてましたけど、うん、あかりちゃんですよ。あかりちゃんね、超可愛いですよ。ねえ、もう、ガラクタさんが来たと聞いたので来ました。おめでとう。やっぱり痛かった。お尻から生まれたんでしょって。そうなんです。もうクソまみれでしたね、うん、細長いってそっち俺も見たよ本当に。いや痛いよ。まさかヨンチェスさんって。ねえ、ヨンチェスいいね、うん、6チェスもいいね、うん、48チェスまであるからね。48ね。大塚健二さん、1日おしめ8回から10回交換するんだって。え、そうなんだ。超帰るよ。それって早い方少ない方どうだろう、ね、そんなもん。でもまだ俺あんま実感ないわけ、うん、奥さん実家帰ってるから、うん、俺もそんな毎日接してるわけじゃないから、うん、多分これからじゃないかな、うん、本格的なのは。これからか。たまにあれらしいよ、なんかあの大きくなってくると転がってることあるらしいよ。赤ちゃんが違う、あのあ、うんこが、うんこあ、それはそれで楽しいね。チョコボールかなってつまんだらうんこだったっていうの。ちょっとお腹すいたから食べちゃうかな。でもなんか聞くのは離乳食食べる前はやっぱり、うん、そのね、あの排泄物もそこまで匂わないけど、うんうん、やっぱりちゃんと人間とあの大人と同じようにというか、うんうん、子供たちと同じように、うんうん、ある程度離乳食食べるようになったら匂いがやっぱり本当にちゃんとしっかり、ね、そあの排泄物の匂い、あれでも全然違う。母乳とあの普通の粉ミルク、うん、でもうんこの質が全然違う。あ、そうなんだ。やっぱ母乳の方がうんこはもういい感じだね、うん、ちゃんと何が、うん、ちゃんと健康的、健康的なうんこって感じ、うん、え、で、なんだっけ、粉ミルクの場合はちょっときついな、うん、何がなんかドロドロしてるっていうか、うん、あ、そうなんだ。なんだろう、なんか違う、オーガニックじゃない感じがする。あー何の分析よ。オーガニックじゃないって。だから男性は母乳あげた方がいいんだよ、うん、ないよ、出た方がいいと思う。だから神は失敗してる本当に。あー設計図をね、設計図、男も出したい。だってね、無駄ってなんかいいよ。無駄じゃないんだな、あれは。何の話よ。じゃあ本当に男ももっとそういう協力的になりたいっていうか、あー、なんで協力イコールも母乳になるの？母乳以外も。で、母乳が大変だから、本当に。ああ、そっか、出ないととかね。そう、出ないと大変だし、免疫力もつかないし、1時間に1回あげたりとかさ。うん、あ、でも順調に出てるんだね。でもやっぱり、ね、ストレスもたまるし、なかなか寝れないから、うん、その、なんだろう、出る量が、うん、日によって変わる。そう、日によって変わったりとかするから。出ないときあるらしいね。そうなんだよ。母乳って大変。搾乳期とかもあるんだけど、うん、その牛みたいな。うんうん、あれでも出るときと出ないときがある、やっぱり。うん、だから痩せすぎても良くないんだよね。うん、でも俺が一番の搾乳期なんだけどね。何が？何が？読みましょう、読みましょう。何が？はい、コメント。あ、オルタマさん来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかキャス君。何が？なんかスタンプ送ってくれてますね。ありがとうございます。はい。そうね、専用のかな。はい。じゃああれだね。うん、もう一番の出会いじゃない？今回のテーマにぴったりなね。そうだね。あ、そうだね。出会いね。うん。本当に。出会いましたね。おめでとうございます。新たな命ね、三人家族、家族これからも頑張ってください、ね、本当はちょっとメールすぐ行きたかったんですけど、うん、ちょっとさすがにやっぱ聞きたいから聞いていいですか、うん、先週の続きを、うん、サンチェスさんと出会った話を本当は先週したかったんですよ、はい、サンチェスさん抜きで
ひとみさんと俺との出会いとか、キャプテンの出会い話したんだけど、うん、サンチェスさんとの出会いとか、うん、サンチェスさんの印象、サンチェスさんから見た僕らの印象とか、はいはい、最初どんなだったのかなと思って、うん、もうなんかこの話したら最終回なのって言われたんだけどだから3週間で振り返ってるのって、最初からの話してたからさ、うんうん、ちょっと振り返るみたいなね、そうそうそう、ちょっとそれ聞きたいなと思って、うん、ちょっと前半どんなですか、覚えてます、高見はあれだな、あの本当にあの会社の社員さんみたいなでしょうね、 FM ギノワン の、 その社員さんと思った最初、同じことと思一緒だ、うん、ね、なんかね、カリウシウェア着てたもんね、カリウシウェア着てで、いきなり着て来たから、うん、本当にあれ誰誰ってなって、営業マンみたいな感じで、そうよね、俺だけ違いますもんね、うん、全然雰囲気が違かった、うんうんうん、瞳はあれだな、あ、なんか可愛いなと思った、あ、同じです、俺も同じ、同じです、ね、触りたいと思った、やっぱそうなんだ、触りたいなと思って、最初めっちゃ経験してたっけ私なんでよ、思い出したこの話、あのなんかミニスカポリスみたいな、あ、そう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 、あのバナさんという、あ、これ言っていいのかな、バナさんという人がバナさん、バナさん、まあ、いて、イニシャルで、はい、BANA さん、うん、そっちじゃないよ、バナさんがあ、違うか、あ、イニシャルで、あ、そういう意味ね、うん、まあ、BANA さんが、いやいや、撮影をしてるの、B さんでいいけどね、でそこでなんか呼ばれて、俺は松田優作の格好をして、うん、で BANA さんがあの小田裕二の踊る大捜査線みたいな格好をしてて、そうそうそう、で瞳がそのミニスカポリスでみたいな、そう、めっちゃ着替えるの遅いわけいつまで待たすばみたいな最初の出会い混んでたんですって何時間かかるば着替えたの、そんなに時間かかってないからね、可愛いどこ行ったで俺が着替えさせた方が早いなと思った、本当に一人で着替えるよりも、そうね、バッてつけさせるから、ほんとに、うん、抜かすのもバーだけど、うん、つけさせるときもバーだからさ、うん、それから何かあったら俺にいて、流走とか、うん、着物とか大変なときがあったら俺がもうすぐバーってやるから、どういうことよ、バもみぐらい、なんでよ、まあ、ひともみはね、なんか余計なの入ってるからもね、これはよくないよね、なんでチップ払わんといけないほんとだよ、必要でしょ、バーもみじゃん、お金は取らないんだから、一時の父だろお前は、お、うまい、いやいやいや、何がよ、父となんか難しいけども、あ、そのおっぱいと一時の父をかけたってことね、一時の父、もういや父と一時の父ね、ラジオで難しい、すげえなツッコミ、で本当に世界が変わるよ、何が、生まれたら、あ、生まれたら全然違う、前なんかさ、あのあのマツコデラックスさんと有吉さんが、はい、人生で一番嬉しいことは、はい、自動車の免許を取った時だって言ってたわけ、合格発表の時、はいはい、あれ以上の嬉しさはない、ないみたいな、喜びとかね、あ、そのピークがないって言ってたけど俺は超えたね、うん、それを、あ、超えた、その生まれた時にその両方、うんうん、お母さんも子供も元気でいたことがもう一番嬉しくてから、それは本当だ、次の日、まあ、帰るさ、うん、朝起きてこの太陽浴びるさ、うん、イエーイみたいな、でひまわりとかも、ひまわり超綺麗みたいな、へー、でスーパーで買い物してる時もルンルルンルンルンみたいな、ラブソングなんちゃらヒーチャララブソングってなんか英語の音楽流れてるわけ、超気持ちいいわけ、耳に入ってくるわけさ、うん、レジのピッピッって音もオン、うん、オンみたいな、何がオンよ、で世界が全然違う感じ方が、へー、うん、そうなんだ、本当に違うよ、まあ1日ぐらいで終わるけど、なんでよやめろその感覚はね、やめろ、その後ひまわり見ても全然もうこの人しおれてるし全然綺麗じゃない、全然全部思い出したんだけど、そのひまわりは、うん、俺が超綺麗なジジイが育ててるわけ、うん、そんな嫌いなジジイが育ててるひまわりでも、うん、その次の日には、うん、あ、このひまわり超綺麗って思えるわけ、あー子供の力で、そうそうそう、子供の力でね、嫌いなジジイ、そう、めっちゃ嫌いなジジイが隣に住んでるんですけど、うん、そのジジイが植えてるんですよ、うん、でいつも、あ、ジジイのひまわりだなって思ってたんだけど、うん、そのジジイのひまわりでも、うん、めっちゃ綺麗なひまわりに感じるわけ、うんうん、だからいいっすよ、子供が生まれるって、うん、さよなら、伝わらないもんじじいけなしただけだったから、印象からまたやっぱ子供の話戻っちゃうんだね、すいませんね、そっか、そうよね、その嬉しさがにじみ出てる、うん、嬉しいんです、ちょっとね、戻すけど、だから出会いはまあ、うん、ひとみさんが、あ、ね、うん、そういう印象で、俺はまあ、うん、普通にっていう印象だった、うんうん、でやっぱりさ、ね、私 の、 あの警戒してたのは当たってたんだね、いや当たってないでしょサンジュさん会った時、ちょっとここの人ちょっと私仲良くなれるかな、どうなんだろうって思ってました、ね、人見次第だから、俺はいつでもウェルカムだから、でも人見次第だよ、本当に本当にそう思ってました、全然思ってたよ、いやだから最初6人でやる予定だったけど、うん、人数が少なくなって3人になって、うん、それから途中、最初何回目がくらいに来た、はいはい、多分その時多分ハロウィンで、うん、最初のハロウィンの時でゲスト来た時に、うんうん、あ、ひとみさん必要だなってなって、うんうん、3回目ぐらいか、そうね、じゃあ10月に始まって10月末だから、ね、本当、うん、結構、うんうん、そう、第0回がひどくて、本当にゼロ回はひどいですよ、本当に、ね、俺とサンチェスさんしか知らないけど、今は、ね、まあ、先週この話したからあれですけど、データないでしょ、もう
あるないはずよ。ないでしょ。あるのあったら嫌なんですけど。ツイキャスがあるんだったら残ってますよね、第一回は絶対、まあ、残ってんすか。 YouTube とかあるんじゃないですか。怖っ。まあまあそれで、うん、調べないでね、お願いだからずっといい距離感でね、やってますよ。だから4年もうすぐ4年経ちますけど。4年経つんですか。もう経つよ、もうすぐだって10月で4年経って5年目経つんですよ。はあ、このメンツではですよ。早いね。早いですね。そうそうそう。33、お父さんなるし、高見はもう ねラジオの CM もめっちゃ作るし、うん、そしてあれだよ、めでたいといえば高見も30、誕生日ね。お、先週忘れてた、ごめんね。すいません。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。すいません、もうあのラジオの方でもメールくださいまして。高見、うん、聞こえてるよ。ハッピーバースデー。いや、声優大きいからマイクにそれ言ってじゃないよ。おめでとうございます。いや本当にラジオでも送ってくれて、うん、某 R 曲の某じゃない某 R 曲のね方でちょっとお昼におめでとうっていうコーナーがあって、そこで自分 のおめでとうメールもくださって、すいませんありがとうございます、うん、本当に嬉しいね。そうそう、その時ちょうど金曜日で、うん、そうそう、本当に平日、久しぶりに平日だったから、うん、よかったなと思って。何したの誕生日は。誕生日、あの高校の友達が、うん、そう祝ってくれまして。お友達いたんだね。いたんです。いやいたんだ、よかったね。ちょっとやってくれてると思ったら、うん、実は偶然飲み会が俺の誕生日かぶってて、うん、誰も用意してなかったって、何にも忘れ去られてる。悲しい。手提げカバンに なんか入ってるのも持ってきてる人がいたから、うん、何かなと思ったら、うん、ハネムーンでイタリアでお土産買ってきたからって言って普通に配るし